はい、ウクレレだるまです、本日はまたまたアヌエヌエばっかりですいません、本日は ANN の AKK3E ですね。 AKK3E オールハワイアンコアのテナーサイズのピックアップ付きのご紹介でございます。なんでアヌエヌエが最近多いかというと、9月1日から値上がりしちゃったんですね。でそれまでにオーダーをかけてた分、入ってきてたんですけど、順番に調整を施してで、録画してるという最中でございます。これが最後かな、値上がり前にドサッと仕入れた分のこれが最後の1本です。 ANN の AKK3E ハワイアンコア3っていうねモデルですね。スペックからご紹介しましょう。オールハワイアンコアの単板です。まあ上位モデルに比べるとね、木目は非常にシンプルですけどもね、うっすら多少のフレームは入ってますけどもね、実際はもうちょっとシンプルです。今すごい綺麗に見えますけど、トップサイドバックともにオールハワイアンコア、センター2ピース材センターで継がれてる形の単板ですね。ネックはマホガニーです。ここで継いでますね。ヘッドもここで継がれてます。3ピースのネックですね、マホガニーで。ヘッドは、ハワイアンコアを貼ってて、このアヌエヌエのロゴはマザーオブパール、白蝶貝、本物のマザーオブパールの貝殻で埋め込まれて作られてます。ペグはアヌエヌエのオリジナルのギアペグですね。でスロットエンドヘッドで、ナットサドルは牛骨と、シバン、ブリッジはローズウッドでございます。ポジションマークも、マザーオブパールがトップのドットには入ってまして、サイドのドットは普通に白いアクリルドットですね。このヒールにもローズウッドが貼られている形でございます。でトップバックともにハワイアンコアのウッドバインディング、でトップに関してはそこにうっすらメイプル材が挟まっているという感じですね。サウンドホールの周りのロゼットは、本物のアバロン、マザーオブパールのキラキラの貝が埋め込まれてまして、その外周にメイプルとハワイアンコアという感じで、すごいシンプルながら豪華なんですね。見た目すごいパッと見シンプルなんですけど、でグロスフィニッシュ、すごいあの NA のグロスフィニッシュはね、素晴らしく美しいです。スベスベです。でなんといってもこれぐらいの上位モデルはフレットの仕上げがえげつなく美しいですね。これまあ冬場になったらどうなるかっていうのはちょっと心配なところですけど、現時点ではめちゃくちゃ丁寧です。ツルッツルです。で、端も比較的丸く加工されてますので、下手な日本製買うよりかはもう絶対アヌエヌの方が作りは丁寧ですね。ハワイ製日本製よりも下手したら勝つと。日本製でもまあちゃんとしたら作ってる人はねもちろんたくさんいらっしゃいますけどもね、というおすすめブランドでもございますね。アヌエヌエ最近プロのミュージシャン国内海外問わずたくさん使ってる理由がちょっとわかる気がしますね。でこれはピックアップも搭載されてます。ピックアップは AB エアブルーっていうシリーズが搭載されてます。マイクとボリュームのつまみが2つついてまして、9ボルト、3ボルトのボタン電池 CR2032 が1枚という形で駆動するタイプです。ここにマジックテープでベリッと剥がす電池ボックスがついてます。ベリッと剥がしてもらったら電池交換もできるっていう感じですね。詳しくは私が先日収録した、アヌエヌエのピックアップエアーエアーの動画で電池交換の仕方も紹介しております。弦はフルロカーボンなんですけど、ブラックですね。オルカスとゲージは全く一緒です。で、結ぶタイプですね。
というブリッジが採用されております。後でピックアップアンプから通した後も弾いてみます。まずは生音からいきましょう。オクターブバッチリですね。まあ、19フレットでもオクターブバッチリやってるかなという感じですね。14フレットジョイントで16、17、18、10、20フレットまであります。音の伸びはやっぱりこの辺はちょっとしんどいですね。19、20、18、19、20ちょっとしんどいですね。17フレットぐらいまでよく伸びますし、音の音量は比較的ありますので、バランスはいい方だと思いますね。で、あのね、最近いろんなブレーシングパターンを採用してるんですけど、これはシンプルなブレーシングです。ここに真ん中に1本ドーンとあって、両サイドに細い木が1本ずつ、ファンブレーシングって呼ばれてるやつですね。でブリッジの後ろにちょっとだけ薄い大きめの板を張ってると。この両サイドも張ってますね。でここに1本、横にボーンと、これは触っても分かります。覗けば分かりますけど、1本ドーンと張ってると、上側にもドーンと張ってるっていう感じですね。それがトップ材のブレーシングです。バックのブレーシングは覗いてみてもらえば分かるですけど、分かるですけどっておかしい、分かるんですけど、この辺に入ってますね。もう1本下に入ってるかな、入ってますね。3本入ってますというブレーシング、ハワイアンコアらしい音ですよね。コロコロンですかね。なかなかテナーだけどコロコロンとした音もちゃんと出てくれる優秀な感じの、音量も結構あります。ラティスブレーシングのテナーに比べると音量ちょっと少ないかなという気がしますけど、他の新品のテナーと比べても良くなってる方かなとは思います。では、ピックアップアンプ通した音をちょっと弾いてみましょう。アンプのイコライザーはフラットです。まず、ボリュームつまみが2つあって、マイクっていうつまみとボリュームっていうつまみがあるんですけど、マイクっていうつまみは、このつまみがついて裏に小さいコンデンサーマイクがついてるんですけど、それのボリュームですね。0か
まあ十かっていう感じです。その横についてるボリュームはトータルのボリュームです。アンダーサドルとマイク、コンデンサーマイクのミックスなんですけど、アンダーサドルのボリュームだけっていうのはなくって、これトータルのボリュームです。だからこれをゼロにするとならない、これを全開にするとどっちも上がるっていう感じですね。だからコンデンサーマイクをどんだけブレンドしていくかみたいな使い方が正しい使い方ですね。一回まずコンデンサーマイクゼロの状態で音を聞いてもらいましょう。リバーブだけちょっとかけております。前回でも全然今のとこここではハウリングしないです。会場場所によってはちょっとハウリングしちゃうかもしれないので、その場合はマイクのボリュームハウリングしない程度まで下げるっていうのがいい使い方かなとは思いますけど、マイクのボリューム比較的上げといた方がやっぱりより生々しい音が楽しめるかなと思います。アンプから通せ、ね、出せるかなという感じです。使わないときはジャックから、ケーブルを外しておきましょう。このシールドの差し込むことによって電源オンになりますのでね、使わないときはケーブルを外しておくのがポイントです。本日は ANN の AKK3E アヌエヌエのハワイアンコアシリーズをご紹介させていただきました。それではまた。